リリアンがルーアのことを守ろうとして犠牲になってしまったの。そこでルーアと一緒にジュエルペットのジュエルパワーを集めてリリアンを復活させようとしたんだけど、混沌の扉からビーストが出てきちゃった。もうなんでこうなるの。でもでも絶対に頑張って世界を守るね、ルーア。あれ、ルーアがいない。ルーアどこ行っちゃったの。リリアンがいないなんて私どうしたらいいの。一緒だ。また一人ぼっちになっちゃった。リリアンに会いたい。私はただリリアンにもう一度会いたくて、それだけなのに。開け混沌の扉。復活してリリアン。なんでこんなことになっちゃったの。私はただリリアンを復活させたかっただけなのに。ただそれだけなのに、どうして。リリアンはもともと人形なのですよ。混沌の扉を開き、その魔法力を注ぎ込めば復活は可能です。ちゃんと確かめてみよう。繋がらない。そうだ、これよ。どうだ、ジョーカーについて何か新しく分かったか。ん、ヨータ、ヨータ。失礼しました、ミューラ様。どうした、何かおかしいぞ。実はこのパッドの中に何かが侵入しているようなのです。ウイルスか。いえ、ファイルを壊したり通信を邪魔したりはしていません。今のところその何かは安全なものだと考えられます。不正侵入しているのにか。詳細は今調査中です。ただその侵入した何かによってパッドのアプリが非常に重くなっているのは確かです。妙だな。それとジョーカーの件ですが、何か分かったのか。今ジョーカーにつながる唯一の鍵はルーアです。ルーアからジョーカーをたどるしかありません。ルーアは今どこに。不明です。不明？ GPS が反応しません。そうか、見つけ次第すぐ連絡を頼む。かしこまりました。ジョーカー、一体何者なんだ。お前だけは絶対に許さねえ。レディ・ミズキ、少し休め。あとは私が。いえ、レディ・ブートこそ休んでください。
私はまだ大丈夫です。頼もしいな。空の色が日に日におかしくなっている。瑞希、今頃私なしでロイヤルパレスで一人大丈夫かしら。うん、私たらなんて余計な心配を。瑞希は私の見込んだ素晴らしいレディーですもの。今頃頑張って混沌の鍵穴を守ってるはず。そうよガーネット、だからこそジュエルパレスは私たちの力でなんとか守りましょう。ええ、そうね、私たちの力で。お、あら、ルビーからだわ。もしもし、ルビー。ねえガーネット、そっちにルーは行ってない？ルーは？いないわよ。なんで？急にいなくなっちゃったの。見つけたらすぐ連絡ちょうだい。わかったわ、必ず連絡する。ルーアがいなくなったって。もしかしてみんなでジュエルパワーを送信したあの時からじゃ。あら、私にも。もしもし、あ、ソフィー、あのね、ルーアならいないわよ。なんで知ってるの？それよりそっちは大丈夫？大丈夫じゃないけど大丈夫。ジュエルパレスはどう？空の様子がおかしいの。とうとう混沌の力がジュエルパレスにも。でも大丈夫よ、私たちでこっちはなんとかするわね、みんな。よーし、ジュエルパレスのみんなも頑張ってくれるんだもん。こっちも頑張らなくちゃ。ルビー、ルーアいた。ガーネットもサフィーも見てないって。そっか、ルーはどこ行っちゃったんだろう。今頃ジョーカーと一緒じゃなくって。ルーアの目的はジュエルペットたちのパワーを利用して混沌の扉を開け世界を混乱させること。違うよ、ルーアはリリアンを復活させるために。まだそんなことを言っているの？あなた見たんでしょ、ルーアがファイナルワンドを持っていたの。あのファイナルワンドはロイヤルパレスから盗まれたものよ。盗まれた？そんなことルーアがするわけないよ。じゃあルーアがどうしてワンドを持っていたのか、あなた説明できる？それはそのきっと多分なんか深いわけが。現実を見て、もうそんな甘いことを言っていられる状況じゃないわ。一度混沌の扉が開いてしまった今、あのワンドを持った者が世界を制するのよ。でもレディーエレナの言う通りだよ。来たわね、カイエン。扉を完全に開き世界を混沌に陥れるか、それとも扉を閉じ世界を混沌から守るか、ファイナルワンドを持つ者の決断次第というわけだ。そんな、だからこそ一刻も早く取り戻さなくちゃならない。ワンドがルーアからジョーカーの手に渡ったら大変なことになる。大変なことって？わからない、そんなこと今まで経験がないからな。とにかく取り返しのつかない事態になる前に、今私たちが最優先すべきことは2つ。一つはファイナルワンドを取り戻すこと、もう一つは扉から漏れ出たビーストを倒すこと。ああ、ビーストを倒すにはジュエルアローを放つしかない。それって？ビーストは愛の力で倒せます。プチレディとプリンスが力を合わせジュエルペットの魔法力を矢の形として放つのです。それがジュエルアローです。私たちはビーストを追うわ、あなたたちはファイナルワンドを。行きましょうロメオ。はい、レディエレナ。よし、それじゃあ私たちはルーアを探そう。おお、カイエン？ああ、そうだな、ファイナルワンドがジョーカーの手に渡る前にな。ファイナルワンドは私が持っている、返して欲しければ連絡を。ルーア、あ、早速かかった。
やっぱり連絡してきたわね。ルーア、あなたは本当によくやってくれています。何をよ、もうあなたの言いなりにはならないわ。自分のパートナーをレディージュエルにするとか、そんなこともうどうでもいい。私はただリリアに会いたいの。リリアに会わせて。大丈夫です。こちらの言うことを守ってもらえればリリアは必ず復活します。嘘、この前だってそう言ってリリアは戻らなかったじゃない。いいえ、ファイナルワンドがある限りリリアは復活できるのです。さあ、そのワンドをこちらへ渡すのです。そうすれば私が必ず。信じない。何を言われたってワンドは返さないわ。ではリリアンが戻ってこなくていいのですか。リリアンが無事戻るかどうかはあなた次第なのですよ。もう騙されないわ。リリアンに会えるまでワンドは絶対に渡さない。ルーアメ、ダイアナ、失礼します。君は？ミウラと申します。レディ・ダイアナの容体はいかがですか？ようやく落ち着いたところだよ。そうですか。その指輪は？ああ、これかい。僕たちの結婚指輪だよ。ダイアナ自身がこの宝石を使ってほしいと持ってきたんだ。レディ・ダイアナ自ら？ああ、大事な宝石だから。これを指輪にして結婚後もいつも肌身離さずつけていたいって。大事な宝石。ちょっと失礼します。ああ、ルーア、ルーア、ルーア、どこだ、ルーア。ガイエンと。いや、これだけ探してもいないなんてな。大丈夫ガイエン？レディに心配されるようじゃ俺もまだまだだな。そんな、だってガイエン本当はリリアンのこと。そうだよね、ごめんね、ルーア探しに付き合わせちゃって。でもね、ルーア早く見つけてあげないと。ファイナルワンドも取り戻さなきゃだけど、今頃きっとルーア一人ぼっちで寂しがってるもん。だからルビーがそばにいてあげなくっちゃ。ああ、必ず見つけてみせる。カイエン、ねえルビー、他にルーアの行きそうな場所を思いつかない？ルーアの行きそうなところ、そうだな、ルーアったらああ見えて甘いもの好きなんだよね。だからケーキ屋さんに居候してるかも。うい、手がかりなしか。 GPS を切っちゃってるんじゃこれ以上探しようもないもんね。せめてパッドの電源を入れてくれればな。ん？あ、反応した！すまんヨータ、話せ。はい、ミウラ様。先ほどお伝えしたこのパッドに侵入した何かですが。ああ、このパッド内に私以外の何かを感じます。ヨータ以外？私は決めた。リリアンを取り戻すためなら何だってする。まさか俺のパッドの中に。ですが声をかけても反応しません。眠っているようです。眠っている。するとルーアの居場所が確認できました。何？見せろ。ナイス！あっちだ。ルーア、ルーア！ダメ、いない。パッドの信号はここを示しているが。これはルーアのパッドだよ。なんでパッドだけ？
まさかルーアに何かあったんじゃ。手分けして探そう。まだそう遠くへは行ってないはずだ。絶対に渡さない。これはリリアを復活させるための切り札だもの。ルアはルビーのこと褒めてくれて、いつだってルビーと仲良くしてくれて、ルビーの大事な大事な友達なんだから。やいビースト、これならどうだ。ブルブルビー、ブリッ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 、あっブルブルビー、今だ。ジュエルアローだ。お前とならできる。絶対に。メンターのみんな、ジュエルランドの混乱を鎮めるために私に力を。大勢の賛同をこの矢に。何？感動をこの矢に吹き込みます。アグリー、承認されました。浄化を了解。行くわよ。はい、大勢の感動をこの矢に込めて。この愛を、この愛を。お見事。ありがとうロメオ。ルビー、よかった。ルア、苦しい。ごめんなさい。ん？私ただリリアを取り戻したくて。分かってるって。大丈夫だったかい？危ないところでしたわ。今のお二人にアグリーは集まりませんもの。最初は何としてでもリリアンをレディージュエルにするためだったの。私はあの人と一緒にリリアンを作り出したわ。あの人はリリアンをレディージュエルにするためだと言って私にいろんな指示をしてきたの。私は信じて言われること全てに従ってきたわ。でも指示通りに行動するたびに自分では操ることのできない大きな魔法力が働いて、自分ではもうどうしたらいいかわからなくて。結局私はリリアンをレディージュエルにするどころか失ってしまった。あの人は言ったわ。みんなのジュエルパワーを集めて扉を開けばリリアンが復活するって。でも現れたのはリリアンではなくあのビーストだった。でもこんなこと言ってももう誰も信じてくれないでしょうね。そもそもリリアンは人形で、リリアンの記憶も
周りの人の記憶も魔法力で作り出したものなんだから、すべてが嘘だったんですもの。それは違う。え？たとえリリアンが人形だとしても、たとえ彼女との思い出が作られた過去であったとしても、俺にとってのリリアンは本当の妹だ。その証拠にこの悲しみ、こんな辛い悲しみは初めてだ。いいかルーア、誰が何と言おうとリリアンのことは俺には真実だ。俺は信じるよ、ルーアの言ったことを。カイエン、私も信じるよルーア。もちろんルビーだって。ありがとうみんな。あ、ミウラ？ルーア、お前に会わせたい人がいる。お前のよく知っているダイアナだ。知らないわこんな人。よく見ろダイアナの指を。あれ、あの宝石は確かルーアと同じ宝石だよ。ブルーアパタイト。でもどうして？結婚指輪にしたいと自ら願い出たそうだ。大事な宝石だからずっと肌身離さず身につけていたいと。ダイアナが？その通りだよ。アルトお兄ちゃん！僕と結婚してからもいつもその指輪をして、何かあるたびに大事そうにその石を握っていた。こうするとあの子と一緒にいるみたいってね。それともう一人、眠りから目覚めさせたい人がいる。もう一人？誰が眠ってるの？そんな、まさか。ジョーカーってなんでこんなことするんだろうね。